はい、それでは箱ボーイ&箱ガールの続き遊んでいきましょう。今回は前回解放した新しいエリアのワールド5からですね。ニュンニュンニュン。ちょっと謎のこんにゃくのようなものが見えていますが、まずやっていきましょう。砂ブロックを掘り進め。こんにゃくではなく砂ブロックだということですね。出せる箱は5個。まずはチュートリアルみたいなもんですね。ニュンニュン。ニューン。そう、掘り進むことができるというのがミソなんですよね。これはどこまで行ったらいいんだろうかな。でも結局出す数はあんまり変わらないだろうから。1、2、3。まあ変わらんな。こうやっていくか。いって、いってと。こんな感じですね。掘り進んだところは、この普通の壁と同じようになるっていう感じですね。というか、普通の壁と同じなんだけど、普通の壁と違って破壊することができるよみたいなイメージでいくのがいいのかもしれない。トントン。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 あー、ちょっと待って。これは、うまいやり方があるはず。こう、こう、こう、こう。ん?変わんねえ気がする。変わらないの手は。まあ、いっか。これで、追い進みつつ、ニュン、戻す。これで4個でここまで来たことにならないかな。みたいなこともやろうと思えばできたはず。だから7個で行ったのかな?と思う。自信はない。よいしょ。まあ、まだチュートリアルなんで、その辺はあんまり難しく考えないぐらいがいいと思うんだけど。そうか。これも半ずらしで来た。こうだ。これで3個でここに乗って、ぴったりフィットすることができるから、こう、こう。いや、ちょっと待てよ。これは、3個で、あ?ダメじゃないか?いや、大丈夫じゃない。ダメじゃない。こうだ。こうやってやれば、あんまり箱は出していないんだけど、前に進める、でいいのか?箱を使った数っていうのがどこでカウントされるのかよくわかってないんで、ちょっと不安ではあるけど。だねー、これはだねー。一旦上に乗りたいんだよな。あ、これほっとくとサングラス外すんだな。だねー。1、2。これで一旦上に乗れば、節約できるか?果たして。そんな単純な話なのか。悩ましいな。非常に悩ましいな。頑張ればちょっといろいろいけそうなんだけど、俺の脳みそが考えることをめんどくさがっている。ほう、ほう、ほう。まあいいや。これで行くのが一番早い気がしてきたので、これで行こうか。3。で、取りつつ右へ。どっちみち右へ、ゴール行くための道筋も考えないといけないから。こんなもんでいいんじゃないのかな。これで、こうこうって、掘り進めつつ、箱は出さずに、戻す。確かこれは箱を出さなくても、あれ、砂地を掘れるから、それで箱を節約するのがミソだったと思う。どうかな ?30 個。ってことはこれ出した分カウントされてんのか?いや、違うか?そんなに出したっけっていう記録があるんだけどな。確定させなければ出した箱にはカウントされないと思ってたけど。カウントされてたかもしれねえ。まあ、どっちみちクリアということで、悪くはないのでしょうが。これはね、それこそさっきのように上から掘っていくのがミソのはず。1、2、3、4。5、6、7? これで7にカウン、これで7個使ったことになっていたら、ちょっと考えなくてはいけない。で、この辺からやった方がお得だったはず。7、8、9、10。11。12、13、14。
15なのか。16、17、18、19、20、21、22、23。なんかそうやって考えるともうこの時点で箱を閉まっていてもいなくても結構使ってんな。これは悩ましいな。どうする？一応考えられる作戦はあるが、それだとちょっと箱の消費が重くなりすぎる気が。例えば、あの位置に至って1、2、3、4、5、6。6でいけるか。で、ちょっと待って、ここまでに何個使ったか忘れた。23だったっけ ?24、25、26。にゃん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 。27、28、29、30。31、32。どうだ?これでいいのか。32、33、34、35、36。これで36個だったら、しまった分もカウントされていることになるはず。どうかな?でも結構複雑な指定だから仮に36でも、おお、いけると思ったけど、一応しまった分はカウントされてないんだな。でもしまった分が5個分しかなかったのか。もうちょっと節約できてたつもりだったけどね。なるほど。OK。これで不安はなくなったね。というか36でも大丈夫だったんだな。OK。意外とこの辺はまだ箱の数はそこまで厳しくないってことだね。まだまだいらずぜ。ステージ3。6個も出せちゃう。ビリビリー。新しいリミックと古いリミックを合わせるのはパズルゲームのよくあるパターンだよね。で、しまえばカウントされないと改めて分かったから、こうだね。こういう半ずらしで乗るのがポイントよね。これはですね、下を通っていく方がいいような気がするんだけど、そうすると結局、次行った時に上に登る手間が増えるからあんまり変わらないんじゃないかっていう説が。これは箱削って、上を経由していく方が楽になるかな?からポンポンで、しまって、ニョ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 ニと動いていくと。これで、こう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 だな。ここはぴったりでいく方がいいでしょう。で、ここは、削るだけ削っておいて、ニョキニョキと動いていくと。で、これは右の壁にぶち当たるから、ずらしではいけないね。1、2、3、4、5と。うん、これしかいけない。よいしょと。こう、こう。で、箱を節約しておいてと。うん、悪くはないんじゃないか?あれ?届かないじゃないか。なんだと。マジか。ということはこれ、こっち行くしかないのか。で、体をずらして、こうだ。うわ、え、そんなー、なんてこと。あ、いけるんかい。なんだそれは。いけるんかい。大失敗したぜと思ったら、そんなことはなかった。最終的にはここでポンポンポンでいけるもんな。え?あれー?そうじゃない。俺のやりたかったことと違う。いや。待て。冷静になるんだ。あれ?あー、そっか、消えちゃうんだった。新しいの出したらもう。なんてこと。俺はこれで行きたかったんだけど、そうか、箱フックを忘れていた。これ1個できるじゃん。こうだ。くー、ちょっと余分に使っちゃったな。でもまあ、なんとかなるんじゃないかな。節約した分もあるし。オッケー。こうやって、途中で節約をしておけば、いざね、やらかした時にも、なんとかなるというわけですね。シンプルなアクションパズルだけど、こういう、なんだろうな、工夫が凝らせるっていうのはいいよね。箱ボーイの面白いところだと思います。トゲトゲだ。トゲトゲがあるし、一度に出せる箱の数にも限度があるから、どこかで、休憩するというような、やり方が必要になってくるのか。
S 字の形に掘っていくというか、フック状に登っていって、で高いところを取ったら、そこから掘っては横へうんようんようみたいな感じでいくのがいいんじゃないかな。 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6。 いや、とりあえず6でいこうか。 1,2,3,4,5,6。 これで一旦乗る。で、一旦上に行くか。で、こう、こうだ。で、ここまで来れば、うややややややって掘った後戻せるから。これで、えいさ、ほいさと、ずりずり進んでいくわけですね。あー、上のこれ、王冠取るのちょっと難しそうだな。一応、半身ずらしもこなしつつで、いけそうではあるが。1,2,3,4 かな？うん。こうしかないと思う。で、体をずらして、おう、おう。これは手前から行くべきかな？こう！こう！こう！うわぁ！ギリギリ。これでいいのかどうかわからんが。上2箇所あるな。どちらから行くのが正解であってもいいように、ポンポンポン、ポンと。この辺に立つのがいいかなと思ったけど、こういうパターンか。これはですね、掘った方がいいと思うな。ここから上に2マスやって、まあ、掘るというよりは掘りつつ、3マスで左上に行くかな。こう、こう、こうだね。よし。で、この U 字型の場合は、これぐらいしかやり方はないはず。どうだろう。割とシンプルだったけど、入れました。シンプルだからこそ、工夫があんまりできないパターンもあるからね。良いぞ。ちなみにミッションは、5が18アッコ。さっきのは30だったんだね。結構ギリだな。さあ、18以内に行けるかな。18って少ないよな、だいぶ。いけるんか、これ。これは、掘った後どうするのかを考えさせるやつですね。これで、ほい、ほい、ほいと、やった後、この1を入れると。これで1箱で進んだことになるね。あ、これはちょっと難しいですね。これは引っ掛けられるような形を作らないといけないわけですね。二つ穴を開けて、一個だけでいけるというわけではないから。だから、1,2,3,4,5。5個必要と思わせておいてというのがここのポイントだな。俺は知っているぞ。こう！はい、こう！はい、こう、こうと階段状に作る。で、ここに一個乗せれば確実だけど、そうではない。これで、これで、降りるでしょ？え、降り、おい、おい、え、おい、え、降りちゃダメだな。だから、こう、こう、こう。これを、ん？間違えたー。そうじゃないんだよ。あれ？じゃあ、1、2、あ、4つか。4つが最短か。最初か。勘違いしていた。ここ必要に見えるけど、実は違うってパターンだね。だから、こう、こう、こうだ。これで、ガシッと。やるのが正解だ。多分これより少なくはできないはず。あん。なんだってばよ、これ。これは、激ムズでは。ついに来たか、この難しさよ。5個でしょう。5個だと、この位置から、例えば、上に帰ってくるような取り方は難しいよな。いや、やり方があるはずだ。これは多分王冠を取るのと箱を同時取得はかなり難しいけど、最小の回数で王冠を取りつつ、戻ってきてこっちにはめ込むっていうことをやればギリギリ足りるようになっているんじゃないかな。
とりあえずここに穴を開けたい。このくらい穴を開けて、この砂ブロックはどう頑張っても、このグリッドに沿ってしか穴が掘られることはないから、それを利用していけばいいはず。これで、こうやって穴を掘る。掘った後、1、2、3、4、5だから、1、2、3、4、5。この形で飛び込めばいけるはず。ん？これでいけるか。箱ボーイがどの位置に来るかだから、こう、で、1、2、3、いけるか。これで、降りる。この通り。ぴったりフィットして、登ると。これでいけるわけだ。だから、これと同じことを、こう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 、とやったここに、1、2、3、4、5だから、こう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 、で、はめると。これしかないと思うけど。いや、思いついたのが、なんか、ちょっと長めの縦長のやつを落として、そのじっくりと落ちていって、扉が開いている判定の、わずかな時間をくぐり抜けるみたいなことをやれば、もうちょい少なくできるのかもしれない。だけど、とりあえず今のもでも安定した正解解だったっぽいね。OK、やり遂げたので次へ行くよ。さあ、7個。これって、同時に踏まないとダメなんだったっけ？つかシンプルしすぎる。こういうのが逆に難しいんだよな。しかも砂ブロックだから不可逆性がある。あん？最終的にあそこを階段にすればいけそう。だからこれ上半分はもう削ってしまっていいような気もする。ここ入るでしょう。で、ボン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 。ポンポンポーンみたいな感じで破壊してしまいつつ、しつつ、ここに入るのが良かとなんじゃないかなと思うんですが、どうかな？これで、こう、こう、こう！ああ、これで、下に入れた方がいいのか？慎重に考えるよ、これ。取り返しがつかなくなる可能性もあるから。階段状にするべきか。これ頭出てるかな、あの王冠。上から取りに行った方が早いのかどうか。いや、万が一取れなかった時のショックがでかいから。俺は、これで行く。この階段状にする。そして、うにゃ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 と進んでいき、これで、箱を出す。まあ、6個がいいんじゃないかな。5個でもギリ取れそうだけど、失敗しそうだから、ここは安定を取って6。これを置く。乗る。取る。OK。問題はこっからよ。ここはね、一応あらかじめ考えておいたやり方でいけば、ここを破壊してしまえば、いけるはず。これで、1、2、3、4、5、6、7だから、ここ2つを破壊しの、ほい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 。ほい、ほい。これでぴったりフィットするんじゃないかな。ほら！どうだ？多分これでいいはず。あとは箱が足りるかどうかだな。何個使った？結構贅沢に使ったよ。18。あぶねえ。いけたー。これは達成感あるステージだったな。なんか1画面で完結してるといかにも難しいパズルゲームっていう感じがする。